30% ぐらいかな。そうですね、1回できる人数 30% ぐらいなんですけど、やっと部活ができます。みんなみんなおかえり、おかえり、黙れ。でもね、あんなんがおってもやっぱり嬉しいですよね。みんなが帰ってきて部活ができるとですね。じゃあここで本日の MC を私と担当いたしますのが、今年度のトランペターの文則です。あとです、ソーシャルディスタンス、そうですね、ソーシャルディスタンスの ITU では4歩間、これ2歩間しかないやないか。顔に書いたんです。やったです。ちゃんととても、ね、このやり取りができる。今まで一人で喋るのが苦しかったですよ。みのりがね、今年度ドラミでやってくれるんですけれども、今日からやっと練習スタートということで、はい、この期間何やってましたか。そうですね、Amazon プライムでずっと映画を見てました。勉強してたんでしょう。勉強してました。はい、勉強してました。やってたんでしょう。はい、頑張ってました。いやー、もうね、こんなね、愉快な仲間たちと一緒に本日お届けしたいと思います。本日はですね、久しぶりにやってきたメンバーに、自粛期間中何してた、久しぶりの部活はどうみたいな、こうちょっとインタビューの企画をやってみたいと思います。それでは、ふみのりがカメラを持っていきます。どうぞ。こんにちは。すいません、練習中、はい、マーチングバンドの YouTube チャンネルなんですけど、練習が再開されましたけど、自粛中何されてましたか。基本的に、はい、家のこと、掃除とか最初の方はやってたんですけど、はい、ちょっともう長すぎて、もう最後らへんは筋トレとかしてましたね。お、いいですね。筋トレはどういうことされてたんですか。 MM リーダーから動画が送られてきて、こういう風に毎日してくださいねっていうのがあったので。なるほど、素晴らしい MM リーダーですね。じゃあそれでは、これから部活が再開されるということで、部活再開に向けて一言お願いします。3、2、1、元気に頑張るぞ。はい、ありがとうございました。1年生ですね、行ってみたいと思います。こんにちは。4年生でドラムメジャーしてますふみのりです。マーチングの YouTube チャンネルなんですけど、自粛中1年生で大変でしたでしょう。はい、これから練習が再開しますけど、ズバリ一言お願いします。頑張ります。はい、頑張りましょう。ありがとうございました。鍵盤楽器はこのように他の楽器と比べてとても大きい楽器なんですけど、家でこれ持って帰るのは難しいじゃないですか。どういう風に練習されてたんですか。鍵盤を持って帰ることはできないので、マレットをみんなそうなんですけど4本持って帰って、あとスティックとパッドを持って帰って、そのコーチの方から、まあ、課題が出てたので、それに向けて個人で練習して動画を上げるといった形です。はい、お前就活はうまくいってんの。いや、行ってます、頑張ります。はい、はい、ということでね、2ヶ月半ぶりにみんなが部活に帰ってきた様子を皆さんにお届けいたしました。今後のね、IP の予定としては、ちょっとずつ人数を増やしていって、7月の半ばぐらいにね、はい、オーディションがあります、うん、7月半ばぐらいのオーディションを目指して、はい、みんなが練習していって、オーディションの結果で今シーズンの楽器が決まってね、はい、まあ、楽器が決まったら今シーズンをスタートしようというところになっていくんですけれども、まあ、今回ね、新たな仲間としてドラメジャーのみのりが加わってくれたんで、今後なるべく学生で司会できるかな、はい、はい、頑張ります。学生の司会を、はい、新たなキャラクターを登場させてっていうことでね、やっていきたいと思いますので、また次週も IPU マーチングバンドチャンネルお楽しみください。じゃあね、バイバーイ。